今週のロックニュース、ナンジェイロックチャンネルがお届けする今週のロックニュース。今回のラインナップはこんな感じです。では早速最初のニュースから。山下達郎、サブスク否定の真意。シンガーソングライターの山下達郎さんが18日、日本放送の山下達郎と上柳雅彦のオールナイトニッポンに出演し、以前自身の楽曲をサブスクで配信することについて、おそらく死ぬまでやらないと発言したことについて言及しました。山下さんはサブスクを否定しているわけではないとしながら、ワールドワイドの契約的な問題が非常に不合理と語り、僕は今のところはやりませんと、現時点でサブスク配信をするつもりがないことを明らかにしました。サブスク配信については以前からアーティストに支払われる印税について議論が多く、急速に広まったサービスであるためか、まだ成熟していない面があるようです。ハイスタンダード常岡明さん死去。ロックバンドハイスタンダードのドラム常岡明さんが14日死去されました。ハイスタンダードは1991年に結成、2000年に活動を休止しましたが、2011年から活動再開。現在までに5枚のオリジナルアルバムを発表しています。常岡さんはハイスタンダード以外にもチャットモンチーなどのサポートメンバーとして活躍。YOSHIKIさんや氣志團、綾小路翔さんら多くのアーティストや著名人からも悲しみの声が相次ぎました。ご冥福をお祈りいたします。あいみょん、イメチェン。シンガーソングライターのあいみょんさんが17日、インスタグラムとツイッターを更新し、オレンジ色にしたヘアを公開しました。ネットニュースでも多く取り上げられたこの話題。あいみょんさんはオレンジ髪の画像に、気合で見慣れてとコメントしています。これに対するファンの反応は、まあ、想像通りな感じなので割愛します。あいみょんさん、今年のツアーは4月から始まります。倖田來未さん、顔が別人なすっぴんを公開。シンガーの倖田來未さんが15日、3月から始まるツアーのリハーサル画像をインスタグラムで公開。スペインから帰国したばかりの倖田さんは、時差ボケのすっぴんを顔が別人と自虐コメント。しかしネットでは女優の木村文乃さんに似ていると高評価。まあ、絶賛されると思って投稿して、いえ、素敵な写真です。倖田さんの3月から始まるツアーは2つの異なる公演を1日で開催するというもの。むちゃくちゃ体力が必要そうです。グレー、いきなり大量のミュージックビデオを公開。15日に61枚目のシングルが発売されたグレー。それに合わせて公式 YouTube チャンネルで過去のミュージックビデオを40本余り一気に公開し話題です。これまでショートバージョンだったミュージックビデオのフル尺や、ファンの間でもあまり知られていないアルバム曲のミュージックビデオなど、以前に公開されていたものと合わせて111曲がフルバージョンで見られます。以上、今週のロックニュースでした。このチャンネルでは音楽系スレの動画を投稿しています。ぜひチャンネル登録お願いします。